いやはや来ましたね、なんか金曜日、はい、こんにちは。金曜日はいつも通りか、ごめんなさい。あ、そうね、どっちかというと金曜日がいつも通りね、なんかちょっとサザエさんみたいだね。火曜日と金曜日、サザエさん水曜日だったね。いや、日曜日じゃね。どう、いや日曜日は絶対だけど、水曜日もやってたや、昔。え、じゃん、そうだよ。週2回やってたよ。俺小学生の時、やってたやってた。知らんかった。サザエさんは水曜日と日曜日やったのよ。だからちょっとサザエさん方式で今初めてこうやってますけど、 YouTube。 そうね、サザエさん方式でやってます、うん、金曜日はリアクション動画。はい、うんうんうん、で早速じゃあ曲紹介いっていいですか。お願いします。いいかな。はいはい、はい、第1回目ちょっとね有名な曲なんですけども、 The Notorious B.I.G. のSky's the Limit という曲ですね。Notorious B.I.G. 知ってる？詳しく知らない。あ、そう、うん、J.G. 知ってる？ J.G. はい、もちろんです。あ、そう、1972年生まれなんですよ、この人。知らなかったです。Notorious B.I.G. ね、多分 J.G. と同じぐらい年は、一緒ぐらい、高校一緒だったのかな、うん、え、そんな仲な。そう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 。で、1972年に生まれて1997年に亡くなっちゃったんですよ。あ、そうなんですね。そうで、この Sky's the Limit は1997年の曲です。その亡くなった後に出た曲なんですよ。へー、なので、あの、向こうのアメリカではもうすんごい売れたっていう曲なんですけども、準備はいいかな。音声さんいいですか。ちょっと聞いてもらいましょうか。これ PV ですね。なんかおしゃれやね。で、これね、1997年亡くなった後に出た曲だから、このよく見てください、この PV。 本人じゃないんです。あ、そうなの。うん、でもさっきちょっと映ってたけど、子供がね、これ PV で映ってるんだけど、はいはいはい、まあ、ちょっとノトリアス B.I.G. ビギーに似た人をちょっとキャスティングして PV で使ってるんですよ。じゃあ、子供なんだよ、ね、こんな感じ。え、子供の方？うん、これ子供なんだよ、みんな。あ、今 PV に映ってる人みんな子供。だからよく見てみて、女の子も子供ですから。見てみます。はい、はい、どうぞ。曲も聴いてね。どうぞ。ああ、止まったね。で、俺のね、やっぱ好きな歌詞があんのよ。はいはいはい。Sky's the Limit.And you know that you can have what you want to be what you want みたいな感じで言ってるんですけども、どういうことですか。可能性は無限大であり、はいはい、それをお前は知ってると。和訳するとね、可能性は無限大で、で、望めば何だって手に入れられるし、何にだってなれるんだっていうのがサビで言ってんよ。スカイザリミットっていうのをそこで歌ってたら、だからスカイザリミットって言ってるんだけど、その詞もね、なんかおしゃれというかいいなと思う曲です。成り上がり感があるね。そう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 。で、 PV もおしゃれだし、よし、ごめんなさい、流してください。そこをね、ちょっとサビになったら聞いてほしい。はい、はい、どうでしたでしょうか。いやー、おしゃれ。うん、おしゃれ。で、これはね、まあ、ノトリアス B.I.G. あの、ビギーなんですけども、これは、その1997年の Life After This っていう曲、アルバムの中の1曲なんですよ。はいはいはい、うん、で、そのアルバムもめちゃめちゃ売れて、まあ、死んだからっていうのもあってね、はいはい、で、そのこのアルバムは2枚目、なんと2枚、この人2枚しか出してないんですよ、アルバムを。え、そうなんだ。そう、そう、で、1枚目もすごく言う、まあ、あの有名な、まあ、ジューシーとかビッグポッパーとかいろいろあるんですけど、僕はね、この歌のこの PV のおしゃれか、 さっき大輝も言ったようにおしゃれな感じだし、曲もいいし、だからちょっと、まあ、見てもらいたいなと思ってこれをおすすめしました。へえ、なるほど。で、あの、まあ、ちょっと今日はずっとヒップホップ話ばっかりになっちゃいますけど、オジロザウルス知ってる？知ってるよな。はいはいはい、知ってるよ。で、このトラックがオジロザウルスの風吹く土曜にも使われてるんだよね、同じトラック。で、ここでまたちょっと深い話ってあれですけど、そのオジロザウルスの風吹く土曜っていう曲のもう一個前っていうか、風吹く土曜は完全に CD になって3枚目のアルバムに出されたんですけど、
いろんなアーティストが集まって CD 出すみたいな、あるじゃない、オムニバス CD、うんうん、それにまだ マッチョ名義だったかな、マッチョ名義で7好きっていう曲を出してるんですよ。はいはいはい。でこれもこのトラックを使ってるんですよね。でそれを発表したのはなんとこのスカイザリミットの前っていう、ちょっとオジロザウルスすげえな、マッチョすげえなっていうのも最後にちょっと付け加えておきたいなと思ってます。もう途中からわけわからなくなったね。いやめちゃめちゃコアなあれですよね。めちゃ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 コアだったね。第1回の、はい、第1回目なの。いきなりこんな掘っていいのかっていうぐらい掘りましたね。すいません本当に。火曜日はねもうすごい J-POP の話しときながら、はいはい、金曜日はもうゴリゴリのヒップホップの話しときながら。ゴリゴリやったね。おったね。なるほど。いやでも勉強になりました。今って、まあ、この YouTube があるけど、で YouTube 見てたら関連動画が出てくるじゃないですか。はい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 。でもその関連動画を、昔は YouTube がなかった時って関連動画みたいなことを俺らしてたのよ。このアーティスト好きだなと思ったら他に似たアーティストないかって CD ショップで探したりしてたじゃん、はい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 、友達に聞いたりとか情報収集したりとか、はいはい、自ら関連動画を探しに行ってたなと思って、だからちょっともっとね今も YouTube の関連動画に頼りすぎたけど、ちょっと一曲一曲いいなと思ったらもう掘っていこう、掘ろうぜ、調べるってことね。うん、そしたらさ、あの火曜日に言ってたありがとう JJ、 ありがとうミスチルじゃないけど、ありがとうなんとかになる、なんとか。最後ちょっとうまく、いや、うん、でも、うん、なんとかは絶対いろんな人言ってるもん。うん、でこれもちょっと深い話になってくるんだけど、俺この映画好きとかあるじゃん。でも俺例えば俺がこの映画好きって言ったら大輝が、え、その映画俺は微妙だったけどなってその時思ったとします。はい。でも時が経っていったらあの映画やばくねみたいに、こう自分の成長とともに音楽とか映画とかもちょっとこう変わっていく時ってあるじゃないですか、はい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 、子供の時見たのに見た映画はそんなやったのに大人になって、例えばタイタニック、子供の時あんまりやったけど大人になってタイタニック見たらめっちゃいい映画じゃんみたいなさ、あるね。そうそうそういう風に音楽もいつかまたこう変わってくると思うんですよね、うん、だから いつ自分が俺 J-POP あんまりだ、俺演歌あんまりだわとか思ってても、いつかあなんか演歌やばくねとか、うん、なんかジャズやばくねみたいななるかもしれないからね、やっぱ舐めれんね。あの失恋ソングも失恋したら本当にグッとくる。そう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 。だから本当に自分の心境とともにこう変わっていくというかね。うん、うんうん。なんかごめんなさいね、こんなに熱く喋っちゃって。いえいえ、自己紹介も何もしてないのにね。本当だ。すいません。はい。数も積もれば大となるパーソナリティのオッキーと同じくパーソナリティの大輝です。はい、すいません、もうずっと喋り続けて忘れてたね自己紹介。いやー本当にこんだけ忘れてたのは久しぶりというか初めて、うん、うん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 。で、まあ、こういった感じであのリアクション動画をちょっとやっていこうかなと思っておりますので、ぜひね、あの火曜日金曜日サザエさん的な感じでやってますよと、はいはい、カーキン、ね、カーキン、そうそうそう、カーキンカーキンで、サザエさんは水日水日だったけどね、水日か水日か。もう数台はカーキンでやっていきますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。ここまでのお相手はオッキーと大輝でした。バイバイ、さよなら。